皆さん明けましておめでとうございます。今年も1年よろしくお願いします。いやー1年早かったですね。去年はね、やっぱね、ブラジルとかいろいろ自分自身体験したことのないことばっかりで、もうあっという間に1年が過ぎてしまいました。まあ、今年も今年で、まあいろんな釣りに挑戦しながら、もっとバス釣りも、去年はねちょっとあまり正直行けてなかったなっていうところがあったんで、今年はもうもっとバス釣りを修行して、まああとはまあマグロとかヒラマサとか、まあいろんな釣りにも挑戦しつつ、今年も精一杯釣り楽しんでいこうかなと思いますんで、よろしくお願いします。ということでですね、去年、まあ、いろんな釣りに挑戦しまして、私の中でね、ぜひおすすめしたいもの、まあ、自分の中でちょっと皆さんに紹介したいなって思うものがあったんで、今日はそれを紹介していこうと思います。まずはですね、ルアーからいきます。去年は、まあ、ブラジルだったり、あとは他のバス以外の調子でもビッグベイトをねすごいいっぱい投げる機会があったんですよ。まあ2つに絞りました。もちろんいっぱいあったけど、全部いいけど2つに絞りました。まず1つ目、はい、こちらです。ラズスイマー8240。これはね、もうね、とにかくね、簡単なんですよ。もう本当に難しいこといらないです。マジで投げて巻くだけ。なんかね、ビッグベイトってやっぱりこう難しいイメージがあるというか、どうしてもこうネットイッチとか、なんかこう潜らせたりとか、なんかジャークさせたりとか、まあ、いろいろ多分いろんなタイプのビッグベイトがあるんですけど、もうこれはマジで投げて巻くだけです。で、私ビッグベイトこれから入ったんで、でバス一番これで釣ってます。ぶっちゃけ一番これでバス釣ってる。やっぱりこう去年の相模湖とか、ちょっとね天気が悪い日とかでも、もうバスの目の前にこれが入ればもう勝手についてくるっていう、もうイメージで、イメージ勝手についてくるっていう感じ。もう岩盤のキワキワに投げてまっすぐ引いてくるだけ。めちゃくちゃ簡単です。本当に巻くだけ、バーって早く巻いてきてもブリンってなったりとか、糸が絡まったりとか、もう、ね、そういうトラブルというか、そういうストレスというかっていうのが本当になくて、まあ、岩盤があれば絶対これ投げるなっていうビッグベイト。だから入門というか、ビッグベイトやったことない人にもおすすめできるルアーです。はい、続いては、まあ、さっきのダウスイはどっちかというとこうスピードで魚を騙すっていうルアーだったんですけど、まあ、もう一個は対照的です。これね、はい、MIR、 これ韓国のルアーなんですけど、これもね言ったら簡単です。竿先でねこうビッグベイトをこう動かすって言われたら多分ね難しいイメージするしちゃうと思うんですけど、これ全然そんなことなくて、もう本当にリールをこうクイックイックイって半回転ずつこう動かすだけで、もうめっちゃもうこの可動域があるんで、ルアーのねこれがあるから、もう勝手にこの平たいところで水を受けて、もう勝手に一点で誘うっていう感じですね。そう、さっきのこのダウスイは逃げてる魚を演出するっていうタイプのルアーなんだけど、まあ、こっちはどっちかというとそのカバーについてる魚を一点で誘ってイライラさせて食わすっていうタイプですね。だからこれはまあ私はブラジルでタライロンこれ釣ったんですけど、まあタライロンが本当にそんな感じで縄張りが意識が強い魚なんで、木の中に住んでるね、タライロン。でその木の上をこう一点でこうネチ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 させたら、もう下からドンって食ってくるみたいな、もうたまらず出てきちゃうっていう感じの、もうとにかく魚をイライラさせる、一点で誘えるっていう、もうすごい対照的。これとこれはすごい対照的なんだけど、ストーブ延長で対照的なんだけど、これもこれで簡単なんで、まあ同じビッグベイトだけど、こっちで食わない時はこっちを投げたりっ
ていう、だから私はこうこの2つをローテーションして使ってることが多かったかなっていう感じですね。でこれはまあただ巻きでも使えますけど、私はどっちかというと1点でミチミチ使う方が好きかなっていう感じですね。まあこれ赤目釣れたしね。で続きましてこちらです。あ、こっちか。はい、スナップですね。ファストスナップ、ファストスナップって言うんですけど、もうね私感動したんですよ。スナップに感動するっていう概念がもうまずなかったんだけど、もうねめちゃくちゃ簡単です。これもうルアーをこれね、こうやってこうするだけ。やばくないですか。めちゃくちゃね着脱が本当に早い。でこれ私まあブラジル行った時に初めて使ったんだけど、やっぱりこう釣り場の状況とか魚の状況とかでルアーの入れ替えっていうのがすごく多かったんですよ。でもその場その場で早くこう切り替えていかないといけない状況だったから、私スナップ普通のあのこう指で爪でこう挟んで取るタイプもスタンダードなスナップだと私爪がやられるんですよ。そう、何回もね爪が折れたことがあって、でそれがねすごい嫌でいちいち結び直してたんですよね。まあ、ブラジルでは P でやってたからやっぱリーダーも短くなるし、リーダー結んでる時間もないしっていうので、これは畑さんに教えてもらったんですけど、そうこれのおかげで本当にそのスナップに対するストレスというかマジでゼロになった。ストレスフリーで、これでね、いろんな魚釣ったんだけど、赤目とかもシーバスもバスも、まあ、ブラジルのタライロンとかもそうだけど、これねシングルなんですよ。ここがねシングル1本しかないんだけど、でも全然強度的にも問題ないしサイズもいっぱいあるんで、もうマジでこれおすすめです。本当に本当に早い。もう着脱がもう秒です。これは本当におすすめです。結構ね最近出たやつなんで店頭に並んでない時もあるんですけど、もう私は並んでたらまとめ買いしちゃってます。もうそれぐらいおすすめです。続きましてこちら、はい、スミスのプライヤーです。でこれねもうこんなにねちっちゃいんですよ。ちっちゃいしこんなに細くて軽くてコンパクトなんだけど、ちっちゃいスプリットリングでもマグロ用の大きいスプリットリングでも何でもいけるんですよ。強いしで先がねすごくこう尖ってるというか、そう尖ってるんで本当に速い。でこれも私ブラジルばっかり申し訳ないんだけど、ブラジルでやっぱり、ね、針がやっぱりこう折れたりとか伸びたりとか、フックの交換っていうのもその場で手早くしないといけなかったし、そもそも針全部変えていかなきゃいけなかったん でそのストレスっていうのをもうこれが全部消してくれた。マジで感動しました。こんなに使いやすいプライヤーあるんだって思って。だいたいさ海で使ってたりすると錆びてさ、このバネが効かなくなっていちいちさこうやって開けてこうやって開けてっていう、こう勝手にこう戻らないっていうのが、そういうストレスもあったんだけど、もう全然これマジでそんなことなくて本当に強くて軽くて簡単。もうこれはぜひ知らない人いたらマジで使ってみてほしいです。絶対感動する。マジで騙されたと思って本当にこれは使ってほしいです。もう使ってみてとしか言えないかもしれない。これの良さは本当に一回フック変えたら感動します。はい、これマジでおすすめです。これ Amazon に売ってます。店頭ではあんまり見ないかも。次はリール、はい、こちら去年一番使いました、アンタレス DCMD。 これがねもうすごくねとにかく強い、強いし軽いしコンパクトで糸もいっぱい巻ける。私は基本的には PE の
4号とかを入れて、ブラジルだったりシーバスも赤目もバスも、あとはまあパンチングする時とかはもう全部これでやってました。もうね、やっぱビッグベイトとかそういうこう太めの糸を使う時ってどうしてもこう大きいルアーになっちゃったりとかするんですけど、もうこれ全然そんなことなくて本当に手のひらに収まるから、まあ、女性でも手が小さい男性とかでももうパーミングしやすいし、サミングもしやすいし、もうとにかく握り込みやすいんで力がめちゃくちゃ入ります。フッキングの時とか巻く時とか投げる時とか、もうとにかく本当に手に収まるんで使いやすかったっす。でやっぱり PE とかだとトラブルがね多いんだけど、全然そんなことなくて本当にバックラッシュもないし、あとはもうめちゃくちゃ飛ぶ、その風とかを読んで制御してくれるんでめちゃくちゃいいです。これは今年一番使いました。もうちょっとオーバーホール出そうかなっていう感じなんだけど、これは多分ね初売りとかでもしかしたら店舗によっては安くなってるところもあるかもしれないんで、これはもうすごくおすすめです。バス以外でも海水でもいけるんで、これもおすすめです。はいはい、じゃあ最後ですね。最後はこれは去年一番使ったかなっていうロッドなんですけど、まあ去年1年はビッグベイトをよく投げたって言ったんですけど、さっきその時にずっと使ってたのがこのディスラプションの6点の 2X。 これがねもうとにかく軽くて、でビッグフェイト1日投げたりするとやっぱ疲れるじゃないですか。まあ重たいルアー投げるんでだいたい竿もリールも重たくなってくるんだけど、もう全然そんなことなくて、で投げやすい、すごいね。私はこの竿に変えてからキャストがめちゃくちゃ決まるようになったんですよ。多分全てが自分に合ってるんだと思って、この長さレングスと、あとはここのロッドエンドの長さっていうのが多分自分の体にすごく合ってて、であとはやっぱりこんだけ軽いんだけどガイドが全部ダブルフットなんですよ。そうで、やっぱり PE の4号とか5号とか、いろんな種類の糸を使ってきたけど、でも全然ガイドが負けることなくどんな太い糸でも対応してくれる、そして軽い、疲れない、投げやすい、キャスト決まる、もう最高、本当にこれはもうめちゃくちゃおすすめの一本です。で8トラップとかもここがストレート、ここがロッドエンドがストレートになってるんで8トラップにも持ち込みやすい、ここが。なのでまあビッグベイトのロッドまだ持ってないっていう人がいたらこれはめちゃくちゃおすすめです。使いやすいです。はい、ということで2023年使ってみて良かったものを紹介でした。ありがとうございました。いやもう私まだまだ多分知らないもの、小物、ルアー、ロッド、リール含めまあいろいろ本当にまだまだ知らないものいっぱいあると思うんで、もしよかったら皆さんのおすすめもコメント欄で教えてくれると嬉しいです。そして、まあ、2024年今年も1年よろしくお願いします。ということで最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。おじゃのー。